皆さんこんにちは、森崎愛理です。今日は、100均で買った、前回のマスクあったじゃないですか、このマスク。で、今回は100均で、真っ白なドクロマスクを見つけたので、そのマスクでちょっとお絵かきをしてみようと思います。じゃーん。はい、こんなのがね、売ってたんですよ、100均で。はい、こんな感じでね、マスクになるので、これ、この周りに、黒く塗ってみたり、ここに歯、もっとこうリアルに歯を描いてみたりとか、ちょっといろいろ落書きをしようと思って買ってきました。ということで落書きをしたいと思います。はい、かぶってみました。まずですね、ここの周りのくぼみの部分、この丸い部分を黒くしていきたいと思います。はい、こんな感じになりました。で、こっちも一緒にね、塗っていってくださいね。で、この周りにぼかしをこうやって入れていく感じにぼかしていきます。はい、で、ここの今度お花なんですけど、ペチャってなってるじゃないですか。なので、ここのお花はなんだろう、こういう感じでなぞっていってあげて、こうやって描くようにします。フェイスペイントでなぞっていきたいと思います。ここなぞっていきます。外にぼかしは入れていくんですけど、なんだろうな、こういう感じ、ここをさっさっさっ、やばい、これ超楽しい。おやかしました。こんな感じかな。おお。ミニク。見にくいよ。じゃあ、あとはここの周りをこのかたどった感じでぼかしていきます。じゃあ、できた、できました。楽しかった。はい、ということで、100均のわけのわからんですね、この白いホワイトマスク、スカルのホワイトマスクを使って落書きしてみたでした。はい、すごい楽しかった。でもだから、こういう風にやれば、マジックでも全然できると思うから、もしこのマスク見つけたら、みんなこんな感じでやってみてください。多分本当にただの真っ白なマスクだったのが、こういう感じでも自分でスカルマスク作れるので、皆さんよかったら使ってみてください。この目の中からゼブラが見えるのはちょっと面白い。はい、ということで、森崎愛理でした。バイバーイ。